た。ナイスバーディー。切れた。来た。ちょっとマジでやるんで、隣で待っていいですか。これ動画じゃ伝わんない可能性あるんですか、このきつさ。ゴルフ YouTube の中でも一気勝負だから。10番パー5、510ヤード、マン上げ、オークヒルズにて、現役クロちゃんとドヤさんの対決、そして、スパイスとして、ヤスの平凡なプレイ、バランス取れてますね。ただちょっと風が強くなってきましたね。このロングはね、結構チャンスホールではあるんですが、まあ、上げてるからね。この風だと、よし、4メーターぐらい吹いてるかな、これ4、5メーター。200、3、40残るんじゃないのかな。510だから。まあでも射程ですね、ドヤさんのね。射程圏内ですね、200、340は。あのステーキ食べちゃったから、アイアンでいけちゃうんじゃない。よかったな。じゃあ後半もお願いします。お願いします。右は OK、 でも左行くからね。左も OK なんですよね、これね。ちょっと左、ああ右、もう真っすぐ、ナイスフェード、ナイス。よし。やっぱ上げてますね。上げてます。止まる感じが。はい。上で止まってました。おお、ナイスフェード。入れてんな。ちょっと曲がりすぎだよ。バンカー手前、飛ばしやす。え？これもよろしくお願いします。はい、お願いします。あ、ちょっと右。おっ、おっ、おっ、まあ、大丈夫でしょう。ああ、今。そう、やっぱりね、お腹が。食事はきついっすね。ご飯食べた後って、下腹筋へこましといた方がいいです。下腹筋、下腹筋へこましといて、おしっこ我慢するような、筋肉なんですけど、そこをこうやってやってると、ある程度回るんです。でも常に下腹筋を歩く時でも日常でもへこましといて、お尻の穴締めとく、うん、常にですか。常に座ってる時とかでも結構きついんですよ。それがトレーニングみたいな。それは結局その体幹とかを鍛えられる、うん、体幹トレーニングって言って、あんまみんなアマチュアの人ってしないじゃないですか、やっぱ仕事とかもしてる、うん、常に歩いてる時とか車運転してる時とかも意識しておけば結構疲れる。それはあの台を我慢するにも効果ありそうですね。あります。ありますね。はい。そこだけ声を大にして言う。俺ほんとそこが弱いんですよ。あ、もう我慢できなくなっちゃうんで、ゆるいと。そう、あ、でも俺とヤス君ゆるくても我慢できるタイプで、はい、肛門活躍筋。246、220ぐらいですね。そうですね。ほんと境目だったもんな。境のルピー違うか。あ、あれそうだ。で残り249番で、9番。うお、あっちに踏んじゃった。これ焦ってる時ね、ちょっと大事にしたいんだよな。はい、残り230。まだね。じゃあ猫さん狙いますか。ちょっと乗りはしないんですけど。まあまあ、そうですね。じゃあ恐れがあるんですね。極端なつま先上がり嫌ですね。つま先下がりと上がりどっち嫌ですか。上がりの嫌ですね。上がりの方が嫌だ。なるほど。下がりって結構こうなんか払い打てるじゃないですか。膝の高さ変えずに。ちょっと触れるようになってきたな。いや、すごい触れてると思いますよ。ダブルスの時ひどかったもんね。まあ、ダブルスの時っていうか、まあ、冬ですよ ね。体動かなくなってる感じが強かったですね。やっぱそういうなんか日頃の代謝とかあるんですね。あるっちゃあるんじゃないですか、やっぱり。トレーニングしましょうよ。ジムやってくださいよ。ジムやってください。どうした、それ行くんだよ俺。なんて鍛えって鍛えようと。鍛えたいですよね。スプーンで、あ、左だな。でもまあ大丈夫ですね。あ、右に結構キックして、あの脱出上がり嫌なんですよ、うん、出てきました。さあ、ドヤさんはこれ僕残り222 222、結構キーは大丈夫ですか。キーはちょっと巻いていかないと、うん、ユーティリティ 4U で、4U で。あー、ちょっと右行った。わっ、バンカーかな。
はい、どんぐらいかな。どこ行った？いや、わかんないです。2打目が木に当たって、3打目で UTB 持って、より打ちやすいところに行ったんですよ、うん、で、こうやってこっちに来たの。 4U はめちゃめちゃいい球でした。もうめちゃめちゃ強一位かってぐらいいい球でした。バンカーかグリーン近くまで行ってるんじゃない。どうやらあのバンカー左ぐらいにボールを出しているのがありました。距離的にはそうかな。やっぱ結構上げてましたね。あれだな、あったあったあった、うん、いいとこ。さああれが4打目ですから、寄せワンとこうしゃれ込みたいところですね。そんな風に言ってたら大体できないから、とにかく乗せます。62、58、62ヤードシステム5発で、はい。あーちょっと捕まってか。 あうまい。おお、止まったか。安い。23ヤード23、62度で、62でショートサイドってやつだ。ちょっと、あ、ナイス。あ、ちょっと止まっちゃったか。止まりました。あ、だめだ。うまい。さあ3打目。僕39ヤード。はい、39ヤード、62で62度。うん、ナイス。じゃあ外からなんで、はい。いやどうしようかな。13ヤードぐらいかな。ヤードぐらい、うん、砂なんですよこれ。下バンカーの砂が使ってもダメそうなんで、はい、パターで。5、うん、ナイスです。ヤス君がパパッと、はい、4m。 ほぼ切れないと思います。こう見えてあるとしたらすパパッといきます。打てたね。切れないね、本当に切れない。全く切れなかった、強く入ったな。じゃあ僕6m、はい、バーディーパット。うわ結構よ、押し、あ、やった。結構インから今なんか出ましたね。あ、そう、うん。じゃあ猫さんパーパット。ナイス。耐えた。いやマジですごいストレス。ボギーパット。1.5m。ナイス。上手。じゃあ僕 1.3m ぐらいですね。ここで試そう。うわあ。OK です。切れんのか。うまい。外れてますね。何なんだこれは。ナイスパー。ナイスパー。やべ、2打線に釣った。この風があるとこのホールもチャンスっていうホールではなかったですね。まあ、でも取りたかったですか、さすがに。取りたかったね。グリーン近くまで2打で行ってそこから4打とかいったからね。でもこっからそのままダラダラ行っちゃいけないんだよね。そうですね。このショート難しいけど、このピンポジはこれ結構フラッグ試験の時の決勝とかこういう時切ります。あの段の上っすよね。段の上っす。だからあれ左に落ちちゃうとガーって左に転がっちゃう感じですよ。難しいです。突っ込まないといけない、うん、そう言うても右に本当にあのバンカーの間に落とすぐらいの気持ちでやるんですか。そうっす、ね、勝負だね、うん、ここ勝負ですね。11番パー3190ヤード、鬼門と言われるショートホールの激ピンです。激ピンで、まあ、クラちゃんの決勝とかでよく聞いてる。それが詰まるわけだ。ここ多分青とか白がもしかもちょっと後ろ目にしてるんで皆さんパーが取りにくいんだと思います。今何かしらの力が働いてますね。このティーとこのピンの理由があるな。皆さんがパターをやってくれたんでその2打を取ってる。取ってますよ。何ってそんな緊張しちゃう。何時間取ってると思ってます。6番アイアンです。6番。強いな球。うん、今球あるな。ちょよく？いや、まあ、いや、多分ピンハイぐらいじゃないですか。僕も6番、さっきのシャンクで掴んだ。シャンクで掴む。ちょっと何か。あ、めっちゃ流される。これでもスーパーキック説ないか。でもやっぱシャンクっぽかったのかな。スーパーキックがあるかと思ったんですけど。なかったね。あ、難しいところ行っちゃったな、これ。っていうことはです。いや、わかんねえな。まあ、5番アイアンで。あ、結構左から来てる。5番アイアンを短めに持って。ひくひくだな、これ。手元を。中腰ゴルフ。中腰ゴルフ。ビッグスイン。それがわかんねえな。
おっと、これね、ワンペなんですよ。カートに入った。ワンペで救済ポイントありますけど、釣り行きます。たまにこう訪れるんだよな、アイアンが本当にもう一生当たんねえんじゃねえかって思わせるような。極端だよね、うん、ラインが出る日はすごいもんね。まあいろいろ変えてるからね。だからこうだったのこう変えてるわけでしょ。そうこうだった、こうやってドレスそうそう、いやまあクラブの扱い方をそう、まあ、すごい変えたんですよ。こうする方がやっぱ捕まるんですよね。まあそうそうそう、どっちかというとペラが多いですよ、薄いあたり、うん、今は低く、さらに低くしたら、うん、その通りペラのでいいと思うんです、うん、難しいんだよね、タイミングが。そのリリースのタイミングとかもそうだし。どこまで行った、あれか、あれちょっと拾っていきます。選べます。あ、ヤス君のボールだ。あ、登って登って登って、それいいんですよね。めっちゃケツにくる。これラウンド前にトレーニング、息一つ乱れない、一糸乱れない、一糸乱れない。装填の剣だよ。誰だっけ、あの、はい、鉄のカツラのやつでしょ。そうです、ワンペで、はい、ローカルルールにのっとり息乱れ始めた。32ヤード、結構打ち上げのダングリーンですね。58キロでちょっと足りないか、いいよ、もっといけ、そこがダウン、戻れ、戻るな、戻るの、あっ止まった。息が上がっちゃった。28ヤード、はい、62で、うわー、こう下潜んねえな。こういうところだよな、本当に。ここいかにパーセーブするか、その強さ見せていただこう。うまい、うおー、うバカうま、バカうまっしょ。俺も入れなきゃいけないんだよ。何今の、うん、ラフからっすよね。ラフっす、62度なんで。あ、猫が持ってるじゃないですか、62できますよ。62はすごい深い恨みを持ってる。でも猫さんのライン簡単じゃないですね。激ムズなんですよこれ。一筋のラインですげえ違うところ行くような感じですね。それ以上に寄せられる自信がないです。バーディーバット、猫さん、うまい。ああ、うわ、いや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 、オッケー。いやいや、全然寄せられてるじゃないですか。いただいていいですか。どうぞ、ナイスパ。いただきます、ありがとうございます。4メーター、ボディーパット。あ、重い、重いか、オッケー、うまい。ちょっとフックするな。じゃパパッと、ちょっとスプリットで入れないとな、長谷川くんに申し訳ないな。うわ、やめて、うまい、はい、ボギーパット、うわー、で、OK です。はい、追いついちゃったじゃないですか、メトさん。パッティングを外していただけてるので追いついたまででございまして、 あのスーパーロブショットはちょっと本当他じゃ見れないですね。まるで中継を見てるかのような。あれがね、パッティングにつながればすげえいいですけど、あれがパッティングにつながらなかった以上はもうクソなんですよ。ダボ、ヤス君ボギー。持ち方はダボです。ダボ。最近なんか取り組んでらっしゃるんですか。いや、今日初めてです。今日初めて。今日初めてだけど、もういいかなっていう。まあでも慣れが必要ですね。多分おそらく。だからああいう打ち方をした方が確率的に言うと、やっぱりヘッドを動かせるんで、まあ入りやすいっていうか形だったんですけど。でも、まあ、あっちのヘッドが動くんですか。ヘッドが動かせるっていう感じですね。やっぱヘッドを動かしてもある程度スピードをコントロールできるんで、ぜひやりたい方はやってみてくださいという感じなんですけど、まあ範囲に入ってなきゃやらないですね。まあやったっていう、これがもう事実そうですね。でまた結果は人によって違いますから、そういう感覚引き出しをね、うん、持つっていうのは全然いいことだと思う。なんかだから感覚変えたい人なんか絶対いいですよね。うん、だから本当に言ってたの、まあ言ってたじゃないですか、うん、バックスイングできてない、はいはいはい、うん、だからボール投げる時もだから、そういう感覚を練習してからのストローク、うんうん、するんであれば全然いいじゃない。俺もだからアライメントの取り方とかは、うん、今でもあのトゥーロン使ってるけども、かなり良くなったと思う、うんうん、だからぜひ皆さんパターンのフィッティングは行ってみてくださいということですね、うん、あれはいいと思いますよ、うん、フィッティングなんですね。フィッティングです。12番パー4、391ヤードなんか今日ずいぶん後ろですよね、これね。全部一番なんか背中がねピンピンに後ろですね。崖っぷちですね。なんかやだな。うわー、ドローだ。あ、やべ、
俺のパッティングのミスで猫さんに加速してきたな。ちょっと余裕が出てきたな。今並びですか、これで。並びです。スプリットはちょっと一旦お休み、うん、まあ、ここから切り替えていきます。ああいう3パットしてからのティーショットはね、かなり大事なんで、逆に盗んでいこう。 OB 打った後みたいな感じで。ナイス。うおー、バンカーか。いや、超えてんじゃないですか。もう全然いいとこ。フェアウェイど真ん中行きました。明確にフェードって。明確にフェードっすね。分かった。おー、いい球だけどね。うわ、超えんのか、バンカー。どうだろう。大丈夫だと思う。若干捕まったけ、でも分かった。うん、分かった。あれバンカー越えてたらすごいよ、マジで。でも今のボール飛んでるな。ねえ、なんかちょっと棒玉で。スピン量1300回転ぐらいだもんね。ゴルフむずいわ。難しい。むずい。あ、よし、むずい。ゴルフバカむずい。ちょっとずつ進んでいこう。ちょっとずつ前進するのが大事だから。で、去年がね、そのヤス君の場合、春から夏にかけて伸びたっていう成績があるから、そのスピードで行かなきゃいけないっていうような感じになっちゃうんで。そのスピードで行ったらもう、アンダー出てるから。来年頃にはとんでもないことになってます。すごい、もう小虫が出てきましたね。そうだね。大群が。夏ですね。ちょっと夏の気候だもんな。こうやって日浴びるとエネルギー取られるからね、疲れるんだよね。疲れますね。帰りは仮眠しながらの運転になっちゃうんだよな。本当危ないと思う。さあ、ピンが手前。116。はい。やっちゃいけないやつですか、このバンテニスみたいな。これやばいっすね。いや、後で言われるやつ。これどうやったらめっちゃ言わない。言わない。お、来てるか。距離、あー、届かない。あー、まあ、なるほど、登ったところにあるのか。105ヤード。はい、105 52で。はい、ちょっとダクタか。あ、ほぼ猫さんと一緒のところだ。89。風どうですかね。俺ちょっと追ってるように思ったんですけど、そうでもないですね。そうでもないですね。89突破していきます。ちょっとオーバーしてもらう。水、自分で苦しくしちゃってっかな、勝負を。本当動きますね、やっぱり。わー、このアプローチ、これは激ムズ。むしろ上げてたのか、これ。上げですね。下ショートするはずだわ、これ。仮目のへこんでるところにあるとさ、ほんと嫌なんだよね、これ。半分ぐらいの確率でへこむところに行くからね。やすく20ヤード弱か。ちょっと、ギュッギュン。58度で。はい。ああ。いや、でもそういう風になる、なるライだよ。打ち込みたくなるもん。うん。っていくと62でいきます。ブロック付きの。ああ、ナイスミス。まあでも想定なんですよね、あのミスは。やっぱあの水は難しいもんすか。普通はないっすからね。この時期だけっすからね。エアレーションある。エアレーションあるあるなんで。日差しで傾斜が見えねえな。だからめっちゃ下りだね。8m、パーパット。いいね。来たよ。おー、ナイス。ナイスバーディー。あ、パーか。ナイスパー。ナイスパー。ナイス。やっぱりそのパターだな。いや、このなんかゲジゲジが気になるな、俺。僕 4.5m、バーディーパット。はい。結構曲がる。うわー、惜しい。オッケー。うわー、ナイスパー。よっす。あー、ちくしょう。2m、下りすら。パーパットです。ここは決めてくるよ。あ、あー、すげえ切れた。切れたな。せっかく追いついたのに。結構難しいですね。面白い戦いだ。ということで、3ホール後半始まって、結構動いてますね。3オーバー後半叩いてるんで、はい。まあ、こっちのコースの方がちょっとね、いろいろ起きやすいコースだっていうことなんで、ここからね、動く可能性が高いと思いますんで、はい、ぜひ次回以降も楽しみにしていてください。お願いします。プロ対アマチュア、どっちが勝つのか。はい、お願いします。